美味しい。え、きゅうりとキウイは合う。合うんです。和田っち、今日紹介してくれる料理は何ですか？本日は暑い時期にぴったりの旬のきゅうりを使ったおろしきゅうりそうめん。おろしきゅうりそうめん、はい、待って、きゅうりをおろす。そう、きゅうりと、うん、キウイ。え？名前は似てるよ、確かに。でも味は全然似てないから。一応あの私、うん、出身の宮崎県、ね、はい、きゅうりの生産量1位の県なので、きゅうりで失敗されるのはちょっと怖いんですが。多分でも、うん、美味しいの。またこのパターン？またこのパターン。このパターンってことはじゃあ絶対美味しいんだ。そうそうそう、一回信じて乗るか、この船に。では本日もよろしくお願いします、はい、お願いします。ではですね、まず最初にキュウリをすりおろしていきたいと思います。最初にやっぱりちょっと板ずりをして、はい、青臭さをある程度ね取っていこうかなと、はい、最初の方はあのまな板でやってくれてたけども、うん、ここ最近もう直で、うん、キッチンでやるタイプになりましたね。もうおうちスタイルになってきましたね。最初はなんかちょっとなんかいい子にしようかな。ではヘタを切り落として、本当はお家だとこうやって日本一気にやっちゃってたんだけど、まあでもあそこはさすがに、うん、日本でいけるんだ。え、皮とか剥かないんですね。あ、剥かなくていいんです、そのまま、うん、あの逆にこの皮の方 の青っぽい香りっていうのがまた爽やかで、はい、すごくあのおそうめんとかにはぴったりなの。すりおろしの中お家だとやっちゃうけど、そうでもここはそうね、うん、でヘタはあの片っぽ残しておけば、うん、最後はあの残るので、そうですね、そうそう、これをちょっと容器に、はい、移しておきますね。では続いて、はい、キウイの方。キウイ少しトッピング用に残しておきたいので、はい、スライスします。どれぐらいかというと、だいたい3枚ずつぐらいとか。3枚ずつ、うん、2人2皿なので1皿3枚ずつぐらい。なるほど。でこれは取っときます。はい、で、あとはすりおろします。あ、キウイも、うん、でキュウリだけだとどうしても甘みが足りないので、うん、キウイで補ってあげる。へえ、甘み担当。うん、甘みと酸味担当。ほんと想像つかない。キウイとキュウリを合わせておくと、このまま。待って、ではおそうめん茹でていきます。はい、まずですね、最初におそうめんを茹でる前に、うん、こちらの豚肉を茹でていきます。バラ肉。バラ肉です、今日は、はい、薄切りのお肉で肩ロースかバラ肉がおすすめ。これで茹でていきましょう。では、はい、こちらで氷水とか、冷水とかでもいいんですけど、うん、あまり冷やしすぎてもちょっと硬くなりすぎちゃうので。冷やしすぎると硬くなる、うん、そうそうそう、硬くなりすぎちゃうから本当にちょっととかで大丈夫。で、このほら、何でしたっけこれ、平皿、ボンザル。ボンザル便利なやつ、ブロッコリーで出てきましたよね。出てきた。これで、あとはもう上に重ねておけば大丈夫。あ、便利な水切りになりました。で、これはこちらで、はい、で、そうしましたら、こちらのおそうめんを茹でるはずのお鍋、はい、先に豚肉を茹でましたよね、はい、浮いてますね、何かが。アクが浮いてますね。そうなんです。で、ここで沸かしてあげます、うん、で、そうするとアクがこう浮いてくるので、もっと、うん、すくいやすくなるんですよ。あ、ほんとだ、うん、で、集まってきたところを吸って、すくってあげる。なるほど。で、そうしましたらおそうめん参ります。はい、パラパラと。これですよね。いやー、この光景。そうです、夏が来ましたね。夏が来ましたね。いいですね。やっぱあのそうめんはたっぷりのお湯で茹でないとね、麺がくっついちゃったりしますし、塩分も結構残っちゃうので、うん、それでは行きます。はい、力仕事を頑張ります。あげますね、じゃあ、うん、ありがとうございます。はい、行きますよ、熱いので、はい、で、あ、お水を流してください。はい、で、これだとおそうめんが冷えないので、
はい、こちら。はい。おー。ほら、なんでしょうこれ。これはもうちょっと様子を見て判断していいですか。どうぞ。おー。あった。これはなんだ。水を定期的にちゃんと出してくれる。そう。いやでも確かに子供の時おばあちゃん家でおそうめんをこうやって水で洗ってる時、絶対何本かここら辺でビビビビって流れちゃってたもん。そうなの。でそれがないから、うん、しっかりね洗えるんですよ。確かに。そう。これどこで買えるんですか。ほらもうここしかないじゃん。ディノスさんですよ。もう欲しいものが何でもある。そうですよ。すごい。これでも本当考えた方も天才。確かに、うんうん、悩みの種をこれで解決してくれる。でしかもあのよくこういうザルとかでも取っ手がないタイプと、うん、取っ手があってもこう片手がついてるのとかあるんですけど、うんうんうん、この片手だとね結構場所取るんですよ、うん、あの邪魔で、うん、でもこれだと両手がついてて水切りしやすいし、うん、収納も便利、うん、毎日使っちゃう。なんかしまわなかった結局。ずっと出てた。麺が茹で終わったから、うん、早速盛り付けていきたいと思います。はい。エイラス。エイラス登場しました。今までもエイラス。エイラス持ってみて。軽いんです。軽い。へえ。え、これガラス。でもガラス調なのでガラスファイバーと樹脂で作られてる。すごいでしょ。そうで、あのすごくあの割れにくくて、うん、1000回落としても大丈夫って、うん、どう妥協するんだろう。1000回もだから結構あのお子さんがいらっしゃるご家庭とかもすごいおすすめです。安心してね、使えますね。安心。で今回せっかくなのでこちらにおそうめんを盛り付けていきたいと思います。はい。少しこだわりがありまして、うん、このまま持ってもいいんですけど、うん、ちょっとこう麺がぐしゃぐしゃになりますでしょ、うん、なので私の場合はフォークをちょっとこう使って。あ、なんかちょっとパスタっぽい感じの。そうそうそう。でなんかこう、あ、折りたたむ。そうそうそう、そうなんです。少しなんかこう流れを作ってあげると綺麗に盛り付けられます。へえ。こういう感じ。あ、確かに。そうなの。おしゃれだ、うん。でこれぐらいにしとこう、うん、でそうしましたら先ほどの豚肉で、これもあの長すぎず、大体の市販の豚バラ薄切り肉って長めに、うんうん、切ってあると思うんですけど、それを半分ぐらいの長さで切って茹でておくと、はい、あの盛り付けがしやすいです。なるほど、うん、でそしてあ、みょうが。みょうがね、いいですよね。大葉の。大葉です。で梅干し、種を取り除いて叩いたものです。おお、はい。先ほどのきゅうりとキウイで作ったこちらすりおろしたものに、はい、おろし生姜と、はい、こちらの白だし、これ最後に入れます。なんで。あの最初に入れちゃうと水分が出ちゃうんですよ。へえ。で水っぽくなってしまうので必ず召し上がる直前に入れて混ぜてください、うん、でこれを、うん、まあ、ちょっとこう脇からね、かけてあげるわけですよ。うそー。やっぱりこのなんていうかな、盛り付けを生かすためにも一番最後にこう脇にこう寄せてあげると、このエイラスのお皿の良さっていうのも生かせるかなと思います。はい、それではこちらでおろしきゅうりそうめんの完成です。ドキ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 、どんな味なんだろう。え、うん、おいしい。あ、え、おいしい。私もっときゅうりの青臭さが結構主張強いんじゃないかなって思ってたんですよ、うんうん、でも全く青臭さはなく、うんうん、でキウイの酸味酸味がふわって香ってくれて、うんうん、白だしで締めてくれる。初めて食べる本当につゆなんですけど全然受け入れられる。最近作ったおそうめんレシピの中でほん、なんだろう、すごい好きなレシピだった。すっごい爽やかで美味しい、うん、え、キュウリとキウイは合う。合うんです。うーん、結構ね、美味しいでしょ。きゅうりの青臭さがないっていうのも、その
キウイの甘みであったり酸味っていうので結構マスキングされていて、だからそのこの2つがあるからこそおそうめんのタレとしてすごく合うんだと思うんです。なんかしっかり素材で美味しさが完成されてるから、うん、そう豚肉も逆にすっごい甘さが際立つ、うん、旨味が美味しさがこう立ってきてくれる、ね、いいでしょ。うん、本当皆さん騙されたと思って本当にそうでしょ、めちゃくちゃ美味しかった、うん、いやでも本当に暑い夏に爽やかな一品でした、はい、で作り方も簡単だったんですけど改めてポイントお願いします。はい、では今回のお宝ポイントです。おろしきゅうりでさっぱり爽やかつゆに、そしてきゅうりを加えると酸味と甘みでそうめんが進む進む、そして最後にたっぷりの薬味やトッピングで時短映えです。まだまだ美味しいお宝レシピがありますのでお楽しみにしていてください。今回ご紹介したレシピが美味しそう、食べたい、作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントお待ちしています。そして本日使った食材とレシピ、便利なキッチングッズも概要欄に載せています。ぜひチェックしてみてください。さらにインスタグラム、X、TikTok にもいろいろアップしていますので、こちらもぜひフォローといいね、シェアしていただけると嬉しいです。このチャンネルは毎日忙しくしている皆さんにも美味しく楽しく簡単楽々にお料理を楽しんでもらおうというチャンネルです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回のお宝キッチンもお楽しみに。バイバーイ。